痺れ具合をちょっと覚えてください。はい、手をねパンパンとこう叩けます。叩くと痛いんですね。叩くのは嫌になる、はいはい、じゃあその叩くのが一番嫌でしょ。はい、はい、それを覚えておいてくださいね。で、一語不語の清潔調べやってみましょうね。キャノンか、はい、キャノンうち使ってないな。使っていれば動画をいただくんですけどね、支障のないところで。そうですね、うん、まあ後で考えてくださいで、出血量はこれじゃ足りないんですよね。わかります？これぐらい出るんだったらまあまあ血を出すのがどのだと。これじゃ足りないで、こう足りないなと思ったらですね、あの足湯してもいいんですけど、足湯するほど冷たくないですから、このくらい出ないとダメだ。で、30回から40回出血させるんですよね。これちょっと出が悪いんですよね。で、出が悪いときはちょっと時間を置くんですよ、少し。そしてこうやるとまた出が良くなる。で、こういう時のですね、苦肉の策はですね、反対側もやるんです。これは左も右も薬指は副交感神経を抑制する治療ですから、うん、両方やってもいいわけですよね。右左どっちでも構わないんですけど、するときは本当は手の薬指でもいいんですよね。あ、でこうやってやると順当にこう出るんですよ、うん、あ、すごく出たなって思う感じですね、今。あ、出てる出てるっていうぐらいの出血量がいい、流れるぐらい、あ、流れるぐらい出るね、そしてそのぐらい、うんうん、でも全然痛くないんだけど。いや、出してる時は痛くないです。あ、そうなんですか、はい、そう、こうやって針をこう刺す時はちょっとチクッとするかもしれませんけど、血液が出るという時は痛みはないんです。だって、つむいじゃ刺してる手が痛み全然感じない。つむいを刺したら痛いでしょうね。いや、針で自分なりでちょ痛みを感じる程度にしないと、うん、針を刺せないのでってことで、今日代用です、もう苦肉の策ですよ。よほど針刺すよりも爪を刺す方が痛いと思いますよ。いや、もう慣れてしまった感じ、うん、そうですか。刺すっていうか、ツンツンツンってするのちょっとですね、そんなガサッと刺さないので、まあ、頭の血しらくというか、頭の血をするときは僕もそうやって教えますけどね。あ、爪を 10本ぐらいまとめて、ツンツンやったらどうですか。1本針を刺すのはこの手で不自由なので、もう、うん、じゃあ針の代わりにっていうことで、まあ、本当は針を刺してね、血を刺す方が、それは逆さらにちょっとできにくかったので、ここで習ってから行こうしようと思ってですね、来たんです。そうなんです。とにかくこれでちょっとでも痛みとかしびれとか曲がりが良くなれば、ご自宅でやるときは足湯して、最低風呂上がった後もですね、風呂上がった後もそんな足あったかくないんですよね、うん、足湯で、うん、足湯して集中的にした方が、うんうんうん、あ、そんな風に交互にやってもいいんですね。いいですよ。で、一回ね、こう交互にやっても今流れるようにスムーズに出てるでしょ、うんうん、はい、そうすると血管が開いて、うんうん、それでもうあとはスー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 出るかもしれません、うん、出てますね。最初だけそう、あの血管が開く前はですね、うん、今みたいにした方がいいかもしれません。
もう2年間痛かったんですよね、はい、でどうせだったらですね、はい、どっちでいけないんだっていうのを確定させるためにですね、調べるために、はい、1週間、まあ、5日ぐらいでもいいですから、はい、この HOF5 やった方がいいと思います、うん、で1週間経って、うん、あんま変わらないと、うん、なったら H6F4 今度は交感神経を抑える方に切り替えてみるんですよ、うんうん、そうした方がどっちで良くなるかっていうのが分かるでしょう。あ、比べるわけですね、うん、そうそうそう、これは1日に1回1回でいいです。1回ですね、はい、別に朝昼晩関係なく1回ですか。関係ないですね。寝る前がいいとかそういうのもない。ないですね。あ、そういうのもないんです、はい、あ、そうなんですか。いつやっても一緒ってこと、うん、まあお昼まで構わないと思います、ね、構わない。あ、そうなんですか。血血良さそうなんですけどやっぱ出が悪いですね。が悪いのは血の循環が悪いってことですか。血管が開いてないんですよ。あ、血管の調べだけですか。今あの30回から40回を2回やってるんですよ。2回通り、2回しっかりしっかりやってどんな風かっていうのをまず見てみよう。特に治療というのはですね、うん、初回がすごく分かりやすいんですよ、うん、この人がどういう方向に向いているのかっていうのはですね、初回が非常に分かりやすいです。2回目3回目っていうのはもうその治療で、うん、ある程度治療効果が出てるとですね、うん、もうそれは取れてしまって次のが出てくるかもしれないですよね、うん、副交感神経の症状が取れて、うん、次は腱鞘炎の症状が出てくるかもしれないんです、うん、そういう可能性もあるんですね。もちろんもちろん、そんな人間ですね、一つだけってことはありえませんから。そうなんですけど、あの腰痛とか言ったらですね、3つとか4つが重なってるっていうふうにもう常に考えてます。手ばっかりに頭がいってるもんだから、手のことばっかりですけど、まあ、全体見るってことですね。で足から清潔しなくするっていうのは、僕は手を触ったから手が良くなったんだろうっていうふうなことをこう回避するためですね、うん、足やって手が良くなったんだったら、うん、まあ、脳の交感神経を抑制したからだというふうに考えられなくはないわけですよね。でそれが終わった後に手をやればいいわけですから。で効き目は4ブロックぐらいで、手の方がいいんですよ実際は、はい、手の方が敏感なんでしょうね。それではですね、はい、治療始める前と、はい、今の違いがあるかないかを教えてください。手をグーパー握ってみてください。あ、ちょっと軽くなったような気がする。聞いちゃおかしいですね。いや、いいんですよ。あ、なんか軽くなったような気がする。うん。薬や、薬。うんうん。手をポンポンと叩いてみてください。あ、あの、柔らかくなったような気がする。柔らかくなったんです。はい。叩きたい時。あの、手のしびこの叩く時は全体、もう指全体にしびれが来る感じだと思う。しびれはあるんですけど、そのしびれもなんか最初とすると柔らかくなったような気がします、うん、ただ痛みとかしびれは取れてませんけど。あ、それはもちろん、はい、いいんですよ、それでいいんです。方向が間違えてないかどうかを見れればいいんですから。あ、はい、あ、今度はまたこれ H5、 H5 です、ね、あ、ですね、はい、まだそこも出が悪いんですか。出はいいですよ。そう、はい、大丈夫ですよ。足の湯の牛一生懸命ツンツンしたのにね。この爪のこの縦線と横線の
うん、まあその交わるところを、うん、に針を押すってまあなってたんですけど、そうですね、なぜそこじゃないとダメっていうなんかあるんですか、他のとこじゃなくて、そこが清潔ってツボなんですね、さすがツボ、前言ってた、そこが清潔ってツボか、そうそう、そこがツボだから、いや、なんでそこ、清潔ってツボの名前ですよね、種類のね、うん、指先っていうのは清潔っていうグループなんですよ、うん、でもツボの方にここの手の指のところはないですよね、私今日ツボの方に買って読んだことあるんですけど、そうですか、ほとんどありますけど、あるんですか、はい、気づかないだけかも、ほとんどこの辺のところがよく書いてあったんですけどね、指先にあるんですよ、はい、右手、はい、例えば毎日するとなると、はい、同じ先生が打った穴を探して打った方がいいんでしょうか、それともちょっと薬指だけはね、うん、爪の生え際はどこでもいいんですよ、あ、そうなんですか、はい、これ僕が、うん、まあ、調べたんですけど、はい、自分もアレルギーの症状があって、うん、例えばここばっかりやってるとタコになって痛いんですよ、あ、少しずつずらしていったら真ん中でもよかったんですよ、反対側までやってもよかったんですよ、へこれは面白い、薬見てなぜその他の指と違ってそんな風なんですか、ね、ね、分からないんですかね、分からないですよ、これがもし分かるんだったらノーベル賞がもらえる、そうなんですいや、だから薬指の名の由来まで調べたんですよ、うん、何か意味が深いのから親指、中指でやって薬指だけなんでって思って、もしかしたら薬で、ね、全然あの、何もなかったですけどね、何もなかった、薬では口紅をつける時の指で、うん、それでなんかこう程度でほとんどこのなんか先生が指輪の話をされてましたよね、うん、なんか指輪を薬指にはめる、そうそう、なんかあるんですよ、なんかあるんですね、なんかあるんですかね、ただ私たちはその現象の事実だけ分かってればいいんですよ、あ、ここをやるとこうなると、でなんで僕がこうやってずっとこう世界に発信して清潔試薬をやってるかというと、うん、そのうちアインシュタインみたいな人が何人か出てくるとこれを解明してくれることがあると思うんですよね、それまでこう続けていくことが僕の使命、でも前触れみたいなもんですね、先生の仕事は。なんかあの頭のいい人が出てきますよ。先生は頭いい人が出てきますよ。いや、理由は分からなくていいんですよ。今これはこうなるんだっていうのを浅見哲夫先生がある程度解明してくれてるわけですから。すごいですね、この先生も。すごいですよ。素晴らしいですよ。ですね。軍医さんだったんですよね。人間味があってね。とってもいい。会われたことあるんですか？それはもちろん、いや、亡くなって結構経ってるって聞いたので、亡くなってまだ3年ぐらいですか、ね、あ、そうなんですか、94? 96まで、96まで、まだその晩に平成25年ぐらい、もう研究会は毎回僕行ってビデオ撮って先生のお世話して私も発表してってやってました、福岡にも何回も呼んでね、勉強会でお話してもらったり、一緒に旅行行ったり、そうですか、うん、ここもやっぱり30回ぐらいですか、そうですね、30から40回ぐらい、これやっぱり2回ですか、はい、こっちの手も、はい、何回でもいいですよ、2回でも3回でも、うん、やりすぎたら悪くなるとかはないんですか、やりすぎたらですね、うん、相反作用っていうので、うん、副交感神経をずっとこう抑制するようなことやると逆に交感神経が強く働くんですよ、うん、あ、若干交感神経が働いてもいいよっていうぐらいで今はやってます、あ、そうした方が少し効き目ははっきりするんですよね、あの薬指をその手も足も、うん、まあ、別にその規定の部分じゃなくてもどこでもちょっと大丈夫ってことですか、そうです、あ、うん、
右手痛かったでしょう、はい、まともなんですよね。まとも左はちょっとおかしい、こっちはちょっとおかしい。どういうこと？だって痛みが強いのは右なんですけどね。だから分かってるんでしょ、痛みを。はこっちは痛み分からないでしょ。分からないっていうの異常ってこと？そうです。あ、そうなんですか。だって常って痛くのは普通でしょ。じゃあ、左の方がおかしい、おかしいとかちょっと鈍感なわけですよね。でも左の方が右より動くんですけどね、うん、動き的には脳の話ですから、脳に関係してる話ですから、動きとか痛みとはまたちょっと違うんでしょうね。違うんですか、うん、で清潔の感じ性が何か違うんじゃないかなって。自分の感覚はちょっとパーじゃなくても、まあまあいいじゃないですか。そうですかね、パーなら本当はいいんですよ。そうかもね。そしたら痺れない、分からないでしょ。分かんないからね。まともだから分かってるわけですから。よくじゃあ困ったもんですよね。褒められてんのかけどねえ、そんなことがあるんですね。いや、バカは風邪ひかないって言うでしょ、うん、少しね、ありがたいぐらいぼーっとしてる方が人間いいんですよ。そうかもしれないですね、お姉さんみたいに。もう分かるからいけない。ね、敏感するのも良くないですね、うん、そうなんです。でも、まあ、しょうがないんですよね。そう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 、体がそんなになってるので、うん、ああ、そういうことなのか。へえ、知らなかった。そこはさすがに考えたことはなかったな。痛みが感じないのは異常がないというふうに思ってしまってたんですね、うん。あの糖尿病の人とか、うん、なんか痛くないって言うじゃないですか、末端部分が、うん、なんか痛くないとか、いろいろなんかやった時に痛くないとかって、いや糖尿病なのかなとか。いや、それまたちょっと違うんですけどね。思っておりましたけど、それはないんですね。それじゃあですね、またもう一度調べてみましょうかね、はい、はい、グーパーグーパーしてください。どんな感じです？どんな感じです？今の指先の注射の痛さの方が勝ってて、あんまり変わらない気もするけど。うん、じゃあ手パンパン叩いて。あ、今までで最高に気持ちがいい。で、さっきよりもいいです。叩いた時のその痺れの度合いとか、それももちろんあるんですけど、気持ちがいいと、また若干痛みや痺れが取れた感じです。私はここで失敗したんですよ。はい。あ、じゃあまた来週やりましょう。うん、言ってしまったんです。うん、どういうこと？だから明日もしなきゃいけないんですよ。ああ、こんな風に失敗しないために。あ、うん、もう一回よく見て覚えてくださいね、うん、あなたがやらなきゃいけないんですよね。はいはいはい、そうです。薬指、はい、で今ここやったでしょ。じゃなくてこの爪の生え際はどこでもいいですから、今度真ん中からやってみましょうかね、はい、で、針をポンとこう立てまして、で、十分にこう出血するように、十分に出血するようにですね。こう流れ落ちるようになりましたよね。さっきよりいいんですか？いいです。血の出が、はいはい、まともになった。今まではだってすごい流れてガガン流れて、普通は流れに出るんですか？一発で。普通はそうですね。でもちょっとどっかおかしいってこと？で、お灸して熱くないところがあったりするじゃないですか、はい、あれもおかしいんですよね。熱いところがまともですか？あ、そうなんだ。今でツボにはまってないんじゃないかなとかいろいろ考えて、そうじゃないってことなんですね、うん。やっぱりそんだけ異常ってことだってか、おかしいんだ。ゆうべどうだったっけ？ゆうべは暑さは暑さ感じたよ、感じた、感じたけど、暑いというよりもズドーンというほら重みみたいなもんで、ね、暑さを感じるまでね、いまいちだったもんね、やっぱりね。でも自分なりには反応があったと思ってんだけど、反応があるってことは嬉しいことってことですね。もちろんそうですね、うん、良くなったっていう状態が毎日毎日良くなった状態が続けば、うん、先に治るというのが見えてくると、はい、浅見先生はそう言われるんですよ。ああ、そうだ、私もそれ大切だと思います。その頭の中にそういうなんか回路が、うん、生まれないと治らないんじゃないかと。いつも痛い痛いばっかりそれがもうできた、うん、出来上がってるね、その回路が。なんかだからなんかこうこれを我慢すればとかいうのはおかしいというのはそれこそなんですよ。そういうそんなことはないんじゃないかなと。あ、やっぱこうね、ちょっと良くならないと、うん。この間もね、なんか健康食品飲んで、うん、ジンマシンが出てるんですよ。アレルギーですよね、うん。で、その、売った人はですね、うん、毒が出てるんだからいいんだとかいうこと言うらしいんですよ。そら違うだろ。うん、アレルギーの症状でしょって言ったらですね、うん、半年飲んでたそうですよ。うん、そしてやっと分かった。合わないね、それ。でもみんなそれね、そうやってるから分かるけど、うん、病院からこう薬出たら、みんな治らなくても飲んでるでしょ、うん、下手すりゃ。うん、はい、
ね、金は自分が払ってる、うん、あれ病院が金払ってくれるんだったらまだいいんですけどね確かにそれはそう、ね、試しにこれ飲んでみましょうとかね、うん、新しいお薬が出ましたから、うん、実験でしょ、それでやられました。一度試しにこれ飲めば聞いたらそれが当たったってことだからって言われましたけど、うん、その人体実験をですよ患者さんのお金でやってるわけですよ、うん、なんかやらずぼったくりですよね、本当だ患者さんってね、僕はそんなのは許せないというか、僕自身にはもう絶対無理ですね患者さんにもやってほしくないですね、もちろん病院にもやってほしくないんですよ、ね、でも患者としてはじゃあそれやってみたら少しは可能性があるのかなと思って上手にやってくるから ね、 ね、上手に、うん、頭のいい人が上手にやってくれるとやっぱ騙されてしまう、ね、そうだけどずるずるでも最終的にはこうやって投げ出してその病院にはもう行かない、私は実際もう今、うん、医者不信なんですよ、うん、どうせあの先生たちはどうせ分からんがって半分で行くか余計治らないんですけど、実際ね行くためにあの薬が変わったりとか、うん、行くためにすることが変わると医者不信になりますよね。でその薬って、うん、どういう薬が次出てきてるんです。いや漢方薬だったんですけど、まあ、また15日とかもあったんですけど、例えば新薬でこれ効きませんねとか言うじゃないですか、はあ、次出る薬どんな薬です。じゃあそれよりちょっと強いのがそうでしょ、そんな、はあ、5回も言ったらどうなりますねどんどん強いのが出るんでしょ。だからこれそういうところには行かないようにしたんですこの2年間、うん、だからそれはありえない、ね、もう薬おかしいからって言って、うん、この手術を勧められたんですね、最初整形科に行ったり、うん、でも手術をしても多分私は治らないと思ったんです、うん、再発かなんかする、うん、で言って治らないよってと思ってその病院でもリハビリもしてたんですよ、うん、はい、でところがリハビリもしてもさあの行く前の自分の手の様子と、うん、リハビリした後の手の様子何ら変化はないんですよ。何ら変化がない、もうそれなのにリハビリまた来てくださいって言ったら、だんだんそのリハビリに対してのこんなリハビリを受けるんだったら自分でまた動かした方がマシだかと思って、結構意味のないリハビリ、うん、でも一応本当にダメだって自分が納得するまではもしかしたらどこかでほら、うん、ガラッと変わるかもしれないと思って何回か行ったんですけど、結局10回ぐらいってもう見切ってしまって、うん、もう行かなくて、結構それでもう釣った女の子で、この2年間でやってきたのは、うん、できるだけ体質改善、うん、と、まあ、体を温めることとか、はいはい、なんかそういうことだけを一応やでやで、食事を気をつけて、まずですね、うん、体質は変わりません。あ、まあ、そうなんですか。よくねお医者さんとかなんか健康食品売ってる人が体質改善これでしましょうとかね、うん、体質なんか変わるわけないでしょ、女は遺伝子組み換えとかなんかしない限りは変わらないですよ。そういうことなのか、体質が変わらない、まあ、そうですね、言われればそういうことですね。体質改善ってポロッと言いますけど、よくね、そういうなんか夢みたいなことを、食事の体質改善ができるってそんなふうに思ってたねと、ありえないですよ。そうなんですか、そこからか。糖質制限みたいなことをやって、そしてもう今西洋医学とはきっぱり別れをつけて、ほとんど東洋医学の方に走っているような状況なんですよ。それとね、浅見先生がやって僕がやってこう整形しなくていうのは東洋医学じゃないんですよ。え、どういうことなんですか。西でも東でもない、医学です。あ、医学西でも東でもない医学。僕はじゃあ今こう難しい話しました、その東洋医学の先生というのが話すような、いやしないでしょ、だから違うもん。すいませんけど、どうレベルの私みたいな、もちろんそうです。自律神経の話なんかはですね、はあ、だいたい医学部に行っても神経学校でも1年生ってなるんですよ、うん、1年生で治ることっていうのは骨の数とかですね、目ん玉が2つとか、うん、予備知識がなくてもいいことばっかりなんですよ、うん、で自律神経はそういう中の一つの授業の中でこう習うんですけど、うん、簡単なんですよ話は、うん、それを分かりにくく難しく言わないと、うん、あの先生たち偉くなれないから、うん、僕みたいに簡単に言うと、なんかねバカみたいになってます、はい、もう一回ウーパーしてください、大丈夫です、はい、入ってパンパン、あ、気持ちがいい、痛いけど気持ちがいい、もうまた少し楽になりました、また手いってんでしょうね、うん、こうやってもうね徹底的にまずは副交感神経抑制でどうなるか、うん、さっきよりもいいですか、はい、さっきよりもいいっていうことは1回目2回目今さんこうくっくいたでしょ、これをやった方がまだこれよりも良かったわけですよね、はい、良かったっていうのは治りしろがまだある、
もうちょっとやらなきゃいけないっていうことなんですよ。今度手をやったりまた足をやった時に、うんうん、さっきと同じだと言われたらもうその前の段階でやめててよかったんですよ、うん、でもその次までやらないとそれかどうかわからないわけですよね。あ、さっきと変わらないぞっていうところぐらいまでやって OK ってことですね。そういうことです。はあ、なるほど。簡単でしょ、うん、分かりやすい理屈が。一回だけってことはないわけですね。じゃあね、これ変わらないから、変わらないから、あ、変わらないから、あ、そっか、変わらないから目標はやめとこうみたいにやめてました。そう、特に1回目はですね、こうやってある程度のレベルで、うん、まあ副交感神経を抑制させて効果をまあ出すと、うん、で翌日からはこの効果を維持していくわけですよね、うん、だから明日はこんなにたくさんやらなくてもいいです。あ、これです。ん、3回目両方、足、手、まあ、これで2回目だね。でも、30回を2回ずつされてるんですか。そうそう、最初はね、足はね、うん、出が悪かったから次は手も20回ですか、うん、そう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 。で、2回目の足は今1回しかやってない。1回しかしてない。でここから先はこう様子見ながら、うん、ここまでかなっていうところを探していくわけですよね。本で読んだら結構難しいかもしれないですけど、実際にこうやってやりながらやると、うん、あ、そんなことかっていう感じでしょ。体は、体は、でも先生の動画でかなり勉強になれますね。うん、あ、そう、ありがとう。本当にあれすっごい助かりました。もう本当にありがとうございました。あれやってる。もう本当にただであんなして情報を流して垂れ流しですよね。垂れ流し。本当思います。だから本当にもう大丈夫。本当にもう真似するように出してるんです、僕動画を。そう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 、そうなんだけど。この前のあれにはもう儲からないんですけどねって言ったら、よく儲からなくなりますよ。本当にいいですよ、世界人類が平和になるんですよ。でもですよ、なんで鹿児島にいないんですかね、先生みたいな先生が。いや、そのうち出てきますよ。出てきますかね。今宮崎には一人いる。あ、そうなんですか。はい、ここに来るのめんどくさかったら宮崎行っていいですよ。いや、宮崎の方が遠い、遠い、遠いかな。宮崎は遠いんだよ。宮崎も福岡もね、同じぐらいなんだよね。だもんね、あそこで曲がるからね。そう、あの、あれね、あの、バス代かなんか考えると福岡の方が安かったりする、うん、そうなんですよ。この間宮崎からね、患者さん来たんですけど、うん、ここまで3000円ぐらい来るって言った、うん、2000円何百円とか。安い時に熊本行くよりも福岡の方が安い。そういう時あるんですよ。って言ってこっちの方がびっくりしたんです、うん、鹿児島が一番安い時は2200円。あ、本当ですか。安いの、片道2200円で来れます。宮崎行くときはその場合、宮崎もね、あまり変わらないから、うん、ちょっと高いと思う。瓶というか、行く人が少なかったらやっぱ高いですね。そうなんですよね。福岡に来る人の方が多いと思うんですよね。多いそうですね。別に大都会なので、いろいろ、いろいろあるから。今それは30回。そう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 。うん、右の方が痛く感じるね。左が別にポンだね。はい。で、右の方には。左はなんか、気がついたら終わってる感じだけど、通称いつ先生かもうほとんど覚えてない、左は。なんか高圧洗浄機で作業してたって、両手でしてたって、やっぱりそういうのも影響、それもきっかけになってるんでしょうね、引き金なんだよね、うん、慣れれば良くなると思ったけど、慣れても全然良くならずに、うん、最終的にはまあ今日左足を骨折したのでもうやめたんですけど。ああ、そうですか。1年ちょっとは、1年何ヶ月かな、うん、1年2ヶ月は仕事してて、あれ結構ブルブルブルっと振動するんですよ。はい、あの振動が何かその何かあったんじゃないですかね。皮膚か血管か、まあ、筋肉とかですね、何かに、うん、でそれを副交感神経がひどく助長させた、という可能性は考えられますよね。その前そんなことなかったので、ね、その前の仕事はちょっとお茶工場にいたんですけど、何もなくて。その薬品か何かを使ってたんですか。あの洗浄、あの 肉処理工場だったので、はいはい、肉はもう、まあ汚れますよね。だからそれを溶かすため の、うんうんうん、あの薬品、ちょっと強烈な薬品を。それを吸ったからっていうのも考えられますね。それも、それもあるんだろうって言って、そしてそれがつくともう火傷みたいになるかって手袋してたんですけど、うん、手袋しててもその手袋、ゴム手袋で破れやすくて、はいはい、そこからちょっと入ると火傷って形 でそれが手首のその火傷なわけですよ。火傷するほどの薬品だったらですね、僕も何か知りませんけど、それがやっぱり影響した可能性はありますね。だからこれもそれからもう1年以上治ってないんですよ、まともにはね。でもまあそっちよりもこの手のしびれ、痛み、曲がらないのはもう私の頭の中ではもういっぱいになってるので、だから五十肩だとかいろいろ言われて、うん、そうかも、でも手が痛い、うん、こっちかも、でも手が痛いってなってて、いや手ですよ、これは手です。だからとにかくもう
もういろいろもう半分妹とも喧嘩しながら立ってるやもんね。こんなこんないい妹さんいないでしょ。いやそうなんです、ね、一緒についてきてくれるようなね。特に荷物が持てないんです。あの、ね、先生がこの前のビデオではビニールのあの、うん、あのほらショッピングセンター村ビニールの袋を手に持ってって言いますよね、はいはい、でもあれ荷物が入ってるともう指に刺すような痛みが来るんですよ、うんでしょうね、だからもうあこんな書くことまで鉛筆も持てないし、うん、鉛筆ももちろん字が書けない字が書けないんですよ。まともに持てないよし、はい、また手パンパンやる。久しぶりに手を叩くという感覚が、ね、さっきよりもまたいいです、はい、ということはもうちょっとやらなきゃいけないんですね。手が叩ける、ね、今まで叩くの家だったのでもう叩きたくないというかもうどこか誰かの手とこう叩く叩くってすごいし考えられなくて曲げてって言うすれば分かってたけど、うん、叩くって言う叩いたそれの方が辛いんですよ。叩くのはねこんな風にしたけどこんな風に言わなかったもん今まで叩いていたりとかそら辛いからそんなことしたくないんですよ。そうだ叩きなさいという芯がほとんどないし、そうそう曲げる芯はしょっちゅうあってもう叩く芯はあまりない。僕はあのこの患者さんを今まで、まあ、何人か見たことあってですねやっぱこれが一番辛いんですよ、うん、もうドンと決まるから頭にしびれわざわざそんなことしたくないっていう感じでおそらくお姉さんやったことないんですよ、うん、痛くなりました。痛い、痛くなったでしょ。痛い、はい、足ください、はいはい、あちょっと正常になったってこと。まあまあそういうことかも。反応が、はい、右はで痛いんだけどね痛かったけど左はで痛くなかったのよ、うん、今痛かった。でも違う穴は違う場所は違う違う場所、違う場所だよ。左側がなんかおかしかったんじゃないですかね。私は左はいいからいいと言ってさっきいいからずっと左はずっといいんだって言ってましたけど、ね、うん、左はいいからだから右は悪いから痛いんだって言ってたけど分からなかったわけですよ。あ反対だったわ、うん、痛いのが本当なんだ。そうです、うん、痛くないのがおかしかったんだね、痛いのが糸だと思ってたね。アフだった。うーん、そういうことか。ある意味で今までと最高に叩いたよ。今までもまだ叩かないの、はいはい、つい嬉しくてもう今までの感覚がちょっとおかしくまたなってるけどね。なんか F5 じゃなくて H5 したらさ、前なんか調子が悪くなったとか一応言ってたけど、うん、どういうことって思う。順序あるんじゃないの。 F5 の時に H5 って言うよ。手から先を持って足から先と。いやいや、それはどっちでもいいですか。関係ないですか、うん、じゃあ錯覚ね。あれは何だったんですよね。僕もその時になってみないとわからないですね。いや、その例えばですよ先生、うん、あの同じまあするにしても右足からとか右からやった方がいいとか左からやった方がいいとか、どっちからでも、そういうのあれは関係ないわけですね、うん、例えば心臓だったら左の方がちょっと効き目がいいかなとかね、うん、胃腸の仕事は胃腸の治療は左足をする、うん、肝臓は右足と、うん、あ そういうのはありますけど、自律神経の関係はもうあんま関係ない。H5F5 と H6F4 はまあまあまあどれからやっても大丈夫。全然つながってないかもしれないんですけど、うん、私姉のなんかこう癖なのかは分かりませんけど、はい、いつも不思議だなと思うのが、うん、なんかやけにあくびなのか、うん、ため息なのか、うん、それをよくするんです、ね、副交感神経が強い人はそうですよ。そうなんですか、はい、そのせいであくびが出るってこと。なんでこんなあんまり他の人はしてないのにあれだけしょっちゅうしてるんですね。ゲップが出たりとかね。ゲップは出ないです、ね、あくびが出ない。汗が出なかったりとか、それは全部あのまあ全部じゃないですけど副交感神経の症状なんですよ。ただし若い頃はそうでもですね、今度は50から60、70になってくると、うん、加齢のために交感神経が強く働いてくるんですよ、うん、ということは副交感神経ベースの中に交感神経の症状がこう出てくるんですよね。そうすると仲間たとんでもない。だからお母さんはそうなのかな。お母さんはそうかも、ね、両方の症状が出てきますよ。私は88なんですけど、うん、なんかどっちなんだろうと。いや、どっちってことないですよ。どっちもなんです。どっちもってことないです。どっちも普通誰でもどっちも。それをどっちか一つっていうふうに考えたのはおかしな話なんです。阿波先生が本に書いたのがそういうふうに書いてしまったんですよ。なんとか体質みたいにね。それちょっと違うと。だから臨床やったことない人はどうしてもそういうふうになるんですよね。なんとか人間みたいにね。なんかあれじゃちょっと免疫革命だけじゃ物足りなくなったんですよ、演じて。いや、それはだって治し方何も書いてないから。ない、そうなんですよね、うん。
それは治したことがないから、あの人は。治療家じゃないからですね。学校の先生ですから。学校の先生もああやって研究すればそれで。だからその中になんかアトピーをこの清潔しらくで治したみたいなのがあって。いやご本人がじゃないですよ、うん、そうそうそうじゃなくて、うん、そうじゃなくてその自分がやってればですね、うん、ああこういうふうに同居しているようなこともあるんだなと分かるんですけど、うん、まあまあそれはもうしょうがないです。でもヒントにはなった、ここにたどり着くあれにはなったので、うん、そうそういいんですよそれで、うん、それと私はよかったんですよ。本当にここにたどり着くまで2年かかったってことですね。言い方は悪いけどすごく先生ザッペラですね。ちょっとね、うん、あのもうちょっとこう短い時間で来れたはずなんですけどね、本当はね。ねえ、なんか検索の仕方が悪かったんですよね。いや違うんですよ、違うんですよ。絶対実際にあの臨床してる人だったらね、すぐこういうふうに言うんですけど、うん、私のあのインフォメーションというか発信の仕方が足りなかったんでしょうね。もっともっとなんかこうアクティブに発信しなきゃいけないんですよ。 YouTube の動画もね今1200いくつぐらいか1300ぐらい出してるんですけど、ね、おー過去ののはもうちょっと最近ののを見ようと思って、なんか過去ののちょっと音が聞こえづらかったりしてたので、はあ、最近ののちょっとマイクのなんか入りが良くて、はいはいはい、すごく聞きやすい。でもね、5、600見てくる人いますよ。5、600も、うん、だニューヨークから来る人とかオーストラリアとかですね、イギリスから来る人もいるんですけど、100も見てないわ。今何百何十見てますとか言うメールが来るんですよ。こっち頭下がりますよ。もう十何年分をね、1年ぐらいで見てくるんですから。うわすごいですか、ご苦労様、頑張ってください。そうですね。いや、あなたたち鹿児島から3000回予選でしょ、うんうん、ニューヨークから来たらいくらかかると思います。まあですね、10万、20万、30万、まあね、これのために来てるんじゃないと思うんですけどね。それでもやっぱね、でも日本に来たからここまで来ましたって、どこですか。いや、あの東京に行くつもりで、よく東京から来ましたね。ですよ、本当に。でも先生おっしゃってましたね、そのみたいなのね、あのほらお布施をすればもう軽って、実際鑑定としては、うん、もう本当に治るんだったらいくらか山でもお金の積みたいと思うよねって二人で笑いながらよくそれなりやってるねって思ってですね、この先生はそこ私は探したのお金のかからない治療法、各地的確な治療法を探してたので、そうですか。最初は「え?」とか「なんで爪が?」とかずっと思ってたんですけど、実際あの針じゃなくてそのね、あの、うん、爪よりだけでも効果が自分が実感したので、かったからもうびっくりしたんですよ。えっ、嘘、ここがねって感じで二人でもうなんかと「まさかね」とか言いながらですね、はいはいはい、テーパンパン。いやだからもう普通に戻ったと言ってもいいぐらい気持ちはいいですよ。もちろん戻ってないでもさっき手やったよりもまたよくなった気持ちはいい。ああ嘘みたいです、自分でも。ごめん、こんなこと言ったらいくないのか。だってね、本当に今日叩くのはもうしびれがたまに来る感じがしたらこんなふうだったんだもの。そうだったの。もう嫌だったの、すごく。だから手を叩くっていう動作は自分の中にはもうないところが、やっちゃいけないと思ったんだ。本当に先生だけですね、ここまでたどり着けたの。たった一発で。まあまあ、皆さん同じですけどね、特別なことやってるつもりじゃないですから。いやでも私にとってはすごい特別です。まさかこの爪がちょうどがね、清潔がすごい、清潔のその清潔の清潔という字もおかしかったですもんね。なんとなくはーっていう感じ。みんながねこっち向いて、うん、あの鉄砲撃ってるんですよ、弓矢を、うん、僕一人こっち向いてとりあえず撃ったんですよ、ね、うん、ただそれだけですよ。でも当たってると当たってないで随分違いますよね、患者が受ける、ね、治療というのはみんなそうです。当たらない治療やってもね、10年やったって20年やったってね、うん、同じ苦しみはずっと続きます。今日午前中にね、広島から来た患者さんはね、何ですか、やっぱ2年じゃない、10年か、おー、あ、13年、我慢できない、13年同じ治療やってたって病院で、で歩けなくなって、もう立ち上がるにもヨボヨボで、うん、歩くのもなんか前傾姿勢でね、うん、もうちょっとしたら帰ってこられますけど。で、お父さん大変なことになってたんですよ、うん、で、今日1回やっただけで、今、博多駅までご飯食べに行ってしまいました。歩いてですか。いや、歩いてないでしょうけど、もう車椅子とかの、いやいや、車椅子じゃないですよ、もうちゃんと歩いてますよ、はい、ああ、車、まあ、意欲が出るっていうことでしょ、うん、そう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 、僕欲が出たっていう、そうなの、だから緊張する意欲は出てきた。今まで意欲なし、あ、また吐くすかみたいな、そうなんだ、うん、自分でも不思議な気がする、うん、まさかねと思ってた、ね、アクションのことは忘れて出すから、へえ、なんだ、そうなんだか、
いやでもね、とりあえず1回でこういうところがさ、分かんないけどね、素人にはさ、その、どこまでやったら悪いんだよ。まあまあ、これは ね、あの、ある程度経験してれば、それとか電話で聞いてくれればいいんですよ。あの、若い先生たちみんな電話で聞いてきます。メールとかね、明日こんな患者さん来るんですけど、どうやったらいいですかね。そうそうこんな感じですか。掲示板のとか経験とかもらって。それはもう聞いてくる人は非常に正直というかね、患者さんとも信頼関係厚いと思います。だって当てずっぽでやるよりも聞いて、あ、痛くなった。痛くなったの。刺してもよく分かった。さっきはね、刺しても分かんなかったんだよね。患者さんがそこにいて電話してくる人もいます。患者さん今来てるんですけど、どうどうどうなんです。じゃあこれとこれはどうって、患者さんどう言ってるって言ったら、ちょっと待ってください。患者さん、これこれこれどうですかって言ったら、患者さんここ行ってます。あ、それじゃあこっちやね。おいおいおい、それで大丈夫かって。いや大丈夫ですよ。あ、そうなんです。じゃあそういう風にしてくれたら患者さんどう思います。わざわざ福岡まで電話してくれて、うん、あ、そうですね、自分はこう思いますっていうのを確認してくれて、うんうん、それで治療してくれるんですよ。あ、そうだ、帰ってまた信頼が増しますよね。そうですよ、そういうことなんですよ。嬉しいよね、そういう社会に当たれば、うん、そういうことです。一生懸命ね、ちゃんと、はい、ここに来て、あの、正解でした。本当に電話代払ってるのはその治療科の先生ですからね。患者さんからもらってないからね。良心的でしょ。でもね、患者のためを思って、自分のことじゃないですね、そのお医者さん自身。だから先生こそだと思った時に、もちろんまたこの人が良心的だよって言って、最初すごくそのタイプに、私はちょっと親友さんがね、どこがと思ってたんだけど、同じような似たような症状が改善されたと思った時、行くだけの価値はあると思ってですね。だってね、今までね、うん、あのネットでいろいろ検索してるじゃないですか、はいはい、で、この次を見たいわけよって、詳しいところを知りたいな、詳しい時はお金払いなさいっていう来てくださいと、ね、来てくださいとお金を払って研修会がありますとかね。もうそんなばっかりだったので。でもそれをその口コミ、実際に本当治ったかどうかって口コミとかがないかなと思って口コミも探すけど、うん、全然ないので、はいはい、あ、これでね、大したことないなと、うん、僕もね、そういうの何回か見たんで、はい、ごめんなさいね、うん、なんで僕が思いますから。いや、先生のせいじゃないんですけど、自分が痛いというのは、ここは正常だと思って喜ばないといけないんですよね。で、ここほら、あの、YouTube の動画で見られたのと同じところでしょ、うん、でね、あの、患者さんが来ました、うん、で最初から最後まで30分ぐらいかかるんですけど、はい、その動画をね、うん、あの、ノンカットで全部上げるようにしたんですよ。カットせずに、うん、今まで何分、長くても10分とかがあるでしょ、はい、でも僕のはね、30分とかいうのが結構あるんですよ、うん、だから最初から全部こう治るところまでっていうのを見てもらう、うんうん、嘘じゃないでしょ、うん、そしたら、はいはい、カットしてないわけです、はい、よくあるんですよ、2、3分でポンと切れてね、うん、続きはどうぞみたいな、うん、そうそう、はい、だから、あ、いいとこで切れたっていうのも結構あってですね。この次が見たいのにって上手ですよね。でもね、行くだけの価値はあると思ったので、もうすぐに元がね、行くよって感じで、もうすぐにもうそうそう、なんかそのちょっともうちょっと4月下旬ぐらいでと思ってたんですけど、いろいろ考えたら、いや、やっぱりここまで良くなるにかしたい。それはね、もう3、4年前だけど、脳脊髄液減少症の女の子がですね、うん、あの、全身が痛くて体が重たくて、しびれて、考えもまとまらず、目も見えなくなってとかね、そういう症状なんですよ。で、それが365日、24時間続いてるんですよ。それはもう大変ですよ、うん、で、その人のお母さんが僕にメールくれて、うん、じゃあ清潔白ここやってごらんって言ったらですね、うん、で、ちょっと良くなったんですよ、うん、で、次はって言ったら、じゃあ次はここやってごらんって言ったら、また良くなったんですよ、うんうん、お、すごい。こっちから道具送ってやったりしてたらですね、うん、その娘さん、小学校のね、あの頃5年生、うん、で、お母さん、私福岡まで行くって東京の女の子ですよ。うわ、すごい。で、お母さんが、いや、そりゃちょっとね、あなたの体で、ね、無理だからって言ったら、うん、もう喧嘩するように、うん、私の貯金をね、全部はたいていいから、うん、もう今からすぐにでも行くって。そりゃそうでしょうね。それで来られたんですよ。そりゃそうでしょう、行きますよ、そんな自分の体が、自分の体が分かれば。今年ね、高校入試で、うん、もう頑張って勉強して、もう終わったのかな、入試が。うん、あ、もう終わったのかな、はい、うん。そういうことですよ。そんな子もいるんですね、その若さでね。うん、本当ですよ。もう小学校4年、5年生でもう、よう計らう人生みたいな感じになってたわけですから。ご老人よりもひどいですよ、その様子は。ずっと痛みがあるわけですから。頑張ったら、もう姉も、あの、なんだっけ、もう20年、20代後半に、
車に車自転車に乗ってた時に車にはねられたというか、ぶつかって交通事故ですね。それからちょっとしばらくしてから腎炎みたいになったんですね。でその後になんか慢性疲労症候群じゃないかと思う、歩けなくなった。パンパン。力が入る。良くなった。またさっきよりも。そう、さっきよりずっと良くなった。また良くなったんですか。だから言ったかね、あんたにもほら確かに痛いんだけど。いや、さっきその下のと先生がして叩いて、で今手をして叩いて、だからどんどん良くなってるから、だから今あんたに見せようちゃう。どんどん良くなってる。ここでね、ここで一回休みましょうじゃん。嬉しいんだもんだって。どういうこと。だほん、はい、私今ないで、私は知らない。はい、起きてください。私は知らない。ただ拍手を今度するのは今まではもうこんな感じで、下手するとこの腹だけこんな感じで。グーパーはどんな感じ。グーパーは変わらない。まだ、うん、でもとりあえずしびれが取れれば日常生活が、ね、うん、ね、しびれ取れないいところで、このバッテリーも久しぶりで拍手をする喜びを間違えました。力が入ったぞ。拍手はとにかく、どういうことなの。引っ越しに変わらない、ね、でもしびれてんだよ、痛いんで曲げると。あ、ここの痛みがちょっと取れた、このここ関節の痛みが。そうですね、うん、でそれもね、まだ別のことがあるのかもしれないんですよ。あ、さあここでね、ちょっと5分10分その副交感神経を抑制するということで、はい、手のしびれの状態、だからしびれの状態と曲げるということは違う問題かもしれない。しびれというのは副交感神経の症状で、曲げるというのはどっか痛めてるのかもしれないんですよ。はあ、どここの肘からこっちで、このさっきで、あっちって、ここ痛いって言ってたの、うんうん、可能性あります。うん、今だも自分で触っても、他のところにも、あ、ちょっと、ほんのちょっとだけ、もう抑えれば痛いでしょうけど、あ、痛いかな、比べたらっていうのがありますけどね。それはちょっと待たなきゃ分からん。分からん。で、小指が辛いんですよね。小指はもう、右になりますよ。どういうこと。小指曲げてみて。うん、曲げてるつもりなんですよ、はいはい。あ、そこちょっと痛い。あ、痛い。これは、なんかその洗浄機の仕事のやりすぎかもしれないんですよ。ああ、やっぱり、あ、でもなんか何仕事あったのかね。こんな感じでやってたの。なんか負担かかって、そっちは腱鞘炎というかですね、はい、なんかどっか痛めてるのかもしれません。まあ、下だことでも、上も下ももうこんな感じでも、うん、体全身を向かって壁に向かってやってたようなものだったので、自分の身長よりも高いところにも、で、洗浄機その、もう自分の身長にも高かったので、はいはい、右でレバーを引きながら、レバーを支えながらガーッてやってたから、多分右にも左にもそうだな。だから右はレバーの関係かもしれませんね。左はそう支えるということですね。支える、はい。まあ確かにね。支えるんだから小指で支えてたのかもしれませんね。もうそれな、今まとめてわからない。ここね、こうだもんね。確かにそっちに来たんだね。で、なんで今からこれから鉛皮芯という針で治療しようと思うんですか。それもなんでこれするかというとですね、今ずっと H5F5 の清潔試薬やってきたでしょ、うん、でこれで他のやってしまうとこの治療効果がボケる可能性がありますよね、うん、薬指だけが副交感神経を抑制するでしょ、うん、例えば人差し指だったら、うん、今度は交感神経を抑制させるから逆になるわけですよ、うん、やりたくないじゃないですか、うん、とりあえず、うんうん、だからこの途中のところの痛みは本当はここが痛いんだったらですね、うん、小指のH の4とか H の3で治療するんですよ、うん、ああでもそれをせずにこの痛みを鉛筆芯で取ってみて変わるかどうかをやってみようということですよね、うん、まだそこちょっと痛いのね、うん、大丈夫ですか。さっきのところ、最初のところの方がずっと痛かった、うん、その辺は、あ、ちょっとそこは痛いけど比べるって言われても、あ、そこは痛くない、そこがちょっとなんかつんでくれない痛みが、あ、そこさ、これそこがつんでくれない痛みがある。はい、小指をこう曲げてみて、こう曲げてみて、こうですか、小指だけでもいいですか、うん、曲がりやすさを教えてください。違いがあります。お、あれさっきはこの上しか曲がんなかったのに、よ待ってみてね、こうでしょ、ほらさっきよりは曲がる。よっしゃ、これと一緒にすると曲がりますよね、うんうん、曲げ方によってもいろいろありますけどね。もう一回小指曲げてみて、うん、ほら、ここの筋肉が使ってるんですよね。楽にしていいですよ、うん、大丈夫です。その辺になるとちょっと痛いですけどね。これそこが痛い。これはそう、これ痛い。もう一回曲げてください。
と、あれ、どういう、こういうだけ、これは大丈夫です、うん、そこはちょっと痛い、はい、曲げた、え、ほら、どういうこと、あれ、どうすればいいのか、こうすると曲がるんですよね、全部はね、でも一本ずつになると、どうこれでいいじゃないですか、ね、曲がるというのは、これは、一つの痛みが取れると、次の痛みが分かるようになってくるんですよ、そこはちょっと、これが痛い、はい、あと場所が変わるってことですか、いや、もう痛みがあるんです、そこに、存在してるんですよ、ただそれよりも強い痛みがあれば、そっちだけが優先されるんです、その痛みの方が。この辺の理屈がちょっと無駄からね。まあやってるとそんなもんだなって思う。グーパーしてみてください。握った感じどうですか？あ、さっきよりなんか曲がる感じがする。ほら、痛みが全然違う。あ、だってあんたのどんなふうなの？小指だけ、ね、小指だけ曲げるって結構難しいよ。結構難しいけど、まあ、まあ、さっきより曲がる。普通に近いですよね。普通に近くなった。痛みがね、この辺の痛みが、うん、あ、そこはちょっと痛かった。だ、これ。なんかあれ？これ？さっき、あそこは、あそこはちょっと痛いですね。すごい細かい。細かい。ちょっとずれるともう痛みがない。そうもう1ミリ単位で間違いないように貼らないと効かないんですよ。はい、またこうやってください。もしこれ貼って悪くなったら、うん、剥げばいいです。なんかこの白いの残しとく。ああ、本当だ。あ、薬指は痛いよね。こっち、小指だったらそうでもない。うん、大丈夫です。薬指はまだ痛いけど。大丈夫です。どのぐらい、あ、一緒じゃないと思って、うん。あそこ。痛いちば痛いんだけど。これ。痛いちば痛いんだけど。そこ。すごく抑えてません？いや、これは大丈夫です。それ痛いです。これ痛い。はい、こっちは？それよりは痛くない。これは？そうでもない。これは？うん、大丈夫です、はい。さっきのところの痛いって言ったのどれだったの？あ、あれ？さっきの痛いところが消えた。あ、じゃあそこはちょっと痛い。これ痛い。でもなんで取るんですかね。いや、こう同じところです。筋肉がこう来て。いや、ずらずらって、靴ずらずらって来るんじゃない。ずらずらって来る。鹿児島で。意外とね、途中のところは、はい、筋肉結構こう大きいところは痛まないんですよ。こう、こっちかこっちのどっちか。あ、どうなるんですか。気持ちがいい。うん、気持ちがいい。薬指は、あれ、小指が。曲がりやすくなった。曲がりやすくなった。痛みが随分効いた感じがする。今までも薬ぶりに連動して同じように薬ぶりと小指をちょっと曲げててくださいね、うん、曲げてる状態で見てみましょう。あそこ痛い、あれ、あ、そこ痛い、これ、はい、こっち、はい、あ、これですね、神経、これも筋肉の痛みなんですよ。え、神経じゃないんですか。筋肉の痛みを神経が感じてるんです。神経は痛みを発しません。神経は痛みを感じるんです。あの、でもよく神経って言いますよね。まあ、都合のいいように言うそうなんですか。はいはい、動かして神経が痛んでるんだろうって思ってて、よくね、神経が痛みを発してみたいなこと言ってる人、うん、それおかしいんじゃないか、そうなんですか。生理学の本のどこにそれが書いてあるのかな。どんなですか。おら、薬分までちった痛みが減った。さっきとするとこんな風に曲げてるのに、おー、嘘みたいだ。これもう嘘みたいだしか言わない。はい、ちょっと曲げてください。こうですかね。これはこれはね、痛みが少し出る姿勢で痛みを探すんです。あ、これが痛みを探す時の大体基本なんです。あそこちょっと、今のところだとちょっと痛かったな。これ、これ。ずれたけど。これ。これなんだっけ。大丈夫です。いいんですよ、うん。僕が押さえてることが治療になってるんですよ。あ、これが痛い。それは痛かった。はい、確認して。はい、この位置ですね。で、目ビシ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 きた今から。悪くなったぐらいに、悪くなったと思ったぐらいに、せっかくの痺れが、はい、だから押さえたら痺れがひどくなった感じがしたんですよ。ああ、だからこの筋肉が痺れを発してるわけですよ。はあ、そういうことなんですね、はい、ほら、で曲がるわよ。うん、もう
だって痺れは筋肉の炎症、筋肉がその痺れを作ってるんですよ。痺れと私ってこれ神経痛の一種だとずっと思ってて、なんか神経を痛めたんだろうって、神経はレントゲンにもつらなくて、神経はまともだから痺れを感じてる、痛いのを感じてる、冷たいのを感じる。それ神経おかしくなって圧迫されて切れたりしたら神経を感じなくなる、近くドンマ、神経がおかしくなると分からなくなるんですよ。そういうことなんだよ、分かってるってのはまともだから分かってる。だからそこ少しこうボーンとしてた方がいいって言ったじゃない、バカかどかないってちょっと話違うけど、どんなです、どんなですってね、痛いことは痛いんだけど。こっちはどうです、こっちはもうどれが一番辛いですか、親指からゆっくり曲げてみて、こっちはじゃあ一休みします、これ、あ、薬指が、うん、こっちは小指だったけど、こっちは薬指、また違うんですかね、違うんですね、右と左で、逆に一番悪いのは左でってことです、こんなの、うん、どれなんでしょうね、それは分かりませんか、うん、ちょっと曲げてみて、はい、こっちから見る、そこは痛かった、痛かった、なんかどっかこんなダメだ、そこですね、うん、ちょっと待ってくださいね、あ、痛まった、うん、すごい、何かしらこのミリ単位というかこの微妙なところ、いや、みんなそうですよ、うん、そうやって見つけていくんですよ、痛い、これが痛い、痛い、よいしょ、はい、楽にして、うん、曲げてください、こうですか、うん、順番にでも薬指はどんな感じです？あれ、さっきのの忘れてしまったけど、もう今まででそうね、いいんじゃないかな。忘れていいんですけどね。忘れ、すいません。さっきのはちょっと覚えてて欲しかったんですけど、いや、こんなもんなんですよ、患者さんというのは。痛みってはなくなるとですね、あれ？さっきどうやって曲げてたかな、痛いのかな、わからなくなる。役に立たない患者でした。曲げてください。そこ痛い。こっちは？うん、そうだね、この曲がってる感じを覚えておいてくださいね、はい、はい、伸ばしてもらっていいですよ、うん、こう言っててもですね、さっきはどうだったになるんですよ。そうかもね、それで何度も何し痛みをすぐ忘れるねって怒られるんですよ、だからいいんですよ、はい、痛みずっと覚えてたら生きてもらえるから、ね、忘れていいんですけどね、はい、動かしてください、うん、お、本当だ、なんかそう、また薄皮が剥けてるわけですよ、血みどれだけどね、いや、あの指先のここからが曲がるわよ、今まで曲がらんかったの、このここが、ここほら、本当だ、すごいでしょ、今までね、ここはほとんどまっすぐだったのに、ほら指先が曲がる、本当だ、あ、あんた曲げるとくて痛い、まあいいんです、しょうがない、そういうことなんです、うわ、うわ、嘘だ、ちょっと普通の人っぽくなってきた、今まで人造人間機械だったの、いや、指先が曲がったの、じゃあそうやってちょっと曲げてみる、曲がって初めて見た、大丈夫です、大丈夫です、一気に注意したらだね、自分の方、あそこちょっと痛いですね、よっしゃ、わかりますね、はい、楽にして、楽にして、すごく集中してるね、これね、うん、そうですね、ここさっきもここも、ここは結構集中、ここは一応ネック、ネックですか、あるんですか、いや、それ今、小指、薬指のね、のこう指を曲げるっていう時の筋肉が内側にこうついてますから、本当は反対側も治療しなきゃいけないんですよ、反対側は伸びるという仕事をしてますから、あ、内側が曲げる分外側が伸びてくれるから指ってのは曲がる、あ、そうですね、うん、はい、曲げてみてください、すごい曲がって、すごい最高筋だ、すごい曲がってね、だからね、もう普通と言ってもいいから、本当に普通だね、それでこうした時に若干ギッとくるんだ、あの痛みがないのよって、まあ何やもかんねえだけど、見るからに普通になってきてる、なんてか嘘みたいだ、本当だけど久しぶりに人間の手、人間の手になってきてね、痛みが随分ね、こんだけ負けたのにね、ちょっとここに治療させてください、すいません、すごく次やりたいんですよ、興奮するとってこれ嬉しくてですね、はい、もう先生曲げてください、先生のことよりも自分の痛い、そこは痛い、
じゃあ大丈夫。はい、もう一回ね。もう一個ね。はい、動かしてください。何十年ぶりに。いや、見てほら。うわ、すごい。すごい。普通だったでしょ。痛みもそんなにないの。しびれもね、最初来た時からすると半減してる。もうほら、あ、こんなして先生の顔ちょっと濃くていいですか？僕の顔なんかただ止まってほしい。ちょっといらない、いらない。喜びを表させてよ。わ、嘘。これ普通に叩ける。もちろんしびれはありますよ、叩いた時。でもですね、力がすごくこうなんかな、蘇ってる。今左の方がまだ辛いですかね。本当だ、左側が悪いね、うん、そうですね、右通ったとほら、はい、右の方が悪いと思ってたけど、私も右の方が悪いと思ったら左の方が悪いの、まあ治療の順番かもしれないです。まだギュッと握ってみて、はい、まだ左がなんか薬指が浮いてる、うん、いいですかね。あ、すごいちょっと痛いけど、これ、まあ、よくわかるもんだよね。自分がやってても全然わかんないよ。やったけどさっきこの前のあの時になんかこれ、ここでもずっとこっちにこだわってたのに。ほんとね。はい、動かしてください。やっぱしまった薬がいないね。でも、全体的にほら、気持ちがいい。うんうん。よいしょ、これだけね。はい、ウィッグ握って。いいです？ほら、ここもほら、曲がるんだ、ほら。もうちょっとだね、自分はね、うん。右よりはまだあれだね。こんな治療本当初めてだ。これがいいじゃん。これ大丈夫。よいしょ。こうやってね。うん、こうこうこうなんだ、これか。よいしょ。はい、またグッパーして。もう右と同じようになってるけど、けど。ほら。どう？もうちょっとかな。いいです。じゃあそうやって握っててくださいね。握ってて。はい。これは大丈夫。どこはない。え、痛い。ちょっと痛いけど。こっちは。そう。もう。これは。一番最初が一番痛かったかな。うん、ああ。二箇所ある。大丈夫です。うん。これよくなった。あそこちょっといい。これはちょっと。はい。こっちは。これですね。はい、ラグビーです。どうだって、あれってもう貼ってるだけじゃないんだよ。違うんです。違う。この、こうなんですよ。で、動かしてください。大丈夫です、ね、はいはいはい、はい、また握ってて、握っててください。はい、これは痛いことは痛いって言うけど大丈夫です。これが痛い。ちょっと際のところが痛いそうですね。際。よし。はい、楽にして。はい、グッパー。ほら、なんかもう自分で普通に戻ったような気がするんだけど、それじゃないの？OK？ いや、あなたがそう思ったらそれでいいんですよ。でもやっぱ薬指だけにすると痛いね、これね。はいはい、でも、グッパーにすると、うん、なんかこう、ねえ、どう？うんうん、今まで、うん、すごく、でも、撮ってみたときに、あ、やっぱし左の方が右よりもついてない感じがするな。親指の、なんか親指が右手と比べて、うん、なんかすごくこの辺がガクガクきてて、うんうん、私もこれ関節炎の一種だろうというふうに思ってたんだけど、覚えておいてください。どうなんだろうね。あそこちょっと痛い。あ、これですよね。ここを痛める。薬指の場合は、このこっち側のここの筋を痛めるんですよ。え、でもこれ人差し指か親指側になるんじゃない？さっき言ったでしょ、曲げる方が縮んでくれて、うん、こっちがこう伸びてくれなきゃいけないんですよ、うん、でもこっちも何かのことで痛んでしまってると、うん、うまくこう伸びないというか、伸びた時に痛みが出るんですよ、うん、そうすると曲げにくくなるんですよね。ちょっと軽く握っててくださいね、うん、なんでさ、こんなことを普通の整形科の先生って知らないの？習うのが違うんだよ。私に言わんでください。私は知ってるんですから。これは大丈夫。はい、
痛くないとは言わない。もう一つ貼ったらね、緩んだんですよ、今。あ、そうなんですか。さっき全部痛かったでしょ。はい、もうザラザラっと感じが出た。1個ね、鉛筆貼ったら、ツッと緩んだんですよ。これが痛いですね。それちょっとこの2個貼りがおそらく楽になるんじゃないかな。あれここじゃなかったっけ、今の感覚的にここかと思ったら、上の方だったもんね。はい、楽にして。はい、またグッパーしてください。ほんとだ。ほう。おお、こんなに気持ちがいいと握るのが。それに比較して、うん、右を握ってみてください。右だけ。うん、あ、右はちょっときつい。なぜか。はい、こっちが良くなったからなんですよ。は？でもこっちも最初すごく良くなったような気がしましたけど。それよりもこっちが良くなったから、はあ、こっち側の方が辛いのが分かるようになった。はあ、本当だ。もうこっちは辛い。なんでこうなるの、変な体。私が言ってる通りになってるだけです。そうなんですか。単純だね、そしたら。はい、握ってください。予想通りってことね。そういうことです。この位置なんです。これ。このとこ大丈夫でしょ。じゃあ、これと、これですよね。これと、これと、どっちが痛いです？あれ、もう一回、もう一回、これと、これ。そっちの方が痛いですね。はい、ここに鉛筆貼りますでしょ。でこれだけでね、ここのどういうわけね、皮膚に貼ると筋肉まで緩んでくるんですよね。でもう一回ギュッと握ってください。はい、いいです、うん。これは？痛いことは痛い。これは？うん、そうだね。こっちは大丈夫です。わかんない。これとですね。はい、どっちが？そっちが痛い。こっちが痛い。でこっちだけ緩んでいくわけね。この位置ですよね。うん、はい、グーパーしてください。あ、楽になった。でも、やっぱしまだ左の方がずっと楽。あ、右もう一箇所くらいあるんですよね。この際ね、よけばから。右は悪いと思ってたのにね。いや、両方なんですよ。両方。しっかり握ってください。あ、これですね、こっちの方ですね。はい、グーパーしてる。おー、さっきより楽になった。うん、だけど、左よりまだダメだ。はいはい。うん、まだあるわけですよ。どの指が？薬指です？どの指です？わからない。おー、どの指？どれが辛そうです？薬指かな、まだ。ちょっとグー握ってください。はい、こう見てみましょう。大丈夫、これは大丈夫ですね。これ？これは？痛い。これは？これ大丈夫です。それも痛い。じゃあね、2つ、これと、はい、そっちこっちの方が痛いです。これとですね、はい、これどっちが痛いですか？両方ともなんか痛い。あ、そうですか。失礼しました。見てわかるの。大塚さん、はい、パイオネックス投げてください。なくなったわ。相当使ってない。2人で1箱使ったよ。下に落ちた。何が何だかよくわからんぞ。もう朝の患者さんで50個使って、 あなたでまたもう50個使ってない。やっぱりね、やっぱり予想通りだったね。そのシールも貼られてた、その3人ね、うん、ちょっと1個これ貼って、でグーパーしてください。どんな感じですか。ああ、近づいたですね、左に。近づいた、うん、はい、もう1個ね、はい、はい、どうですか。まあ、あんま変わらない。変わらない。よしよし、もう一回握ってください。はい、大丈夫ですね。移動したってこと？あ、今の方が痛かった。ちょっと痛かった。これは？これじゃなくて、こっち。あ、これですね。よいしょ。はい、どうぞ。いや、同等だ。左手同等。これで手は終わり。終了。どういう意味かわかんない。同等になったところでやめておくとちょうどいいんですよ。あとね、うん、もう良くなる方向に列車はこう動いてると思ってください。あ、はい、で 2台の列車がこう走ってるんですよね、はい、これどっちかが先になるとやっぱこうあんま良くないんですよ。
ああですよね、うん、で今良くなった状態で 2つの列車がずっとバランス取りながらずっと今治るっていう方向に行ってるんです、うん、ああ嬉しい嬉しいの一言だまたこれで先生怖いやめてやめて誰かの顔を叩きたい叩きたいやめた方がいい、いや叩くじゃなくて拍手したい拍手したい顔ででほらできるねほら自分の顔がこんなのに今までこんなのするのも嫌だったもんご苦労様でしたありがとうございました。